じゃあちょっと明るめにお願いします。よろしいですか。こんばんは。YKP です。今日はハポンでライブ。いらっしゃいませ。今ドアを開けた方が一人。エビチョコベイビーこちょこちょ。まあそのことを、それをお土産で買ってきた人がいましてね、それで作った歌、エビチョコベイビーこちょこちょ。まあそんなことはいいんだけども、完熟卵すぎ。ツルツル頭にテカテカプリンだ、揚げじゃない、完熟卵プリン。お風呂に入ってベイビー、あなたのプリンです。私もプリン好き、柔らかまん丸のお風呂上がりのつるるぴかゆで卵、完熟卵プリン、ピン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 。どうも、完熟卵プリン楽曲でした。まあこれは女性の方のですね、肘とか膝とかかかととかアトリックスクリームなんかを塗った時につるっと卵みたいになっちゃったという感じのことを言ってる方が見えまして、それで作った歌。まあそんなことはいいんですが、次はゆかりのせんべい。ゆかりっていうせんべい食べたことある人？ある、ある。万格総本舗ゆかり食べたことある人？あ、あそこある。じゃあ万格総本舗ゆかりを
グループさせてみる。アントニオ・カルロス・ジョビンのちょっとパクリ、ゆかりの仲間せんべいグルービー、ワン・ツー・サン・シー。そうかせんべい、ぬれせんべい、ソースせんべい、かわらせんべい、揚げせんべい、砂糖せんべい、かきの種ぬれせんべい、手取り足取り焼き方教えます。だけは誰にも負けないの。おーおーおーせんばバイビー、赤ちゃんレレ、最後の決め手は赤ちゃんのせんべい、口に溶けて泡立ちよく、昔懐かしいママ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 の味。足取り焼き方教えます。焼き餅だけは誰にも負けないの。おーおーおーせんばバイビー、ゆかりにレレ、最後の決め手はバンガクエビンベエ、口に馴染むエビオリラビオリ、磯の香りする、まあ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 の味。ゆかりに揺られる、最後の決め手はバカエッセンベエ、口に馴染むエビオリラビオリ、磯の香りする、まあ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 の味。ゆかりの仲間せんべいグルービーって、結構グルーブしてやってみたんですけど、次の曲は食べ物の曲ばっかりで申し訳ないと思う。本当にね、ホットケーキっていうね、焼き餅を英語でちょっとしてみたんだけど、ホットケーキ、そんな英語でホットケーキなんて焼き餅のことじゃないよねって思ってる人がいるかもしれないですけど、ホットケーキ、ワン・ツー・サン・シー。勝ち負けはないの、優しく優しく語って、焼き餅もちろん美味しい、ろくなことは言えなくて、でも癒されますね、素敵な風が吹く日曜日の昼下がり、新しい歌歌う日曜日。
えてみる雨の後ろで私がホットケーキ最近は言いますね。ホットケーキのことね。でもパンケーキは甘くないんですよ。って書いてある本がありました。それではラストじゃないけどラストセール。僕は君に
歌うよ、優しい声でずっとそっと。どうもありがとうございました。まあバラードってなんか5分とか6分とか長く歌う曲とかあるけど、まあ2分ぐらいでいいかなと思ってそれで作った曲です。まあ、あんまり長いとくどいみたいな感じでですねなっちゃうといけませんもんですから、いつものコーヒーカップでてんてんてん、ワン、ツー、サン、シAma nigman
中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、春には売られてね、冬まで待ち儲け、ルルルルル、嘘ぴょん。携帯電話の詩ができたんで、 YKP さんこれどうですかねって来て、あー曲つけるよってつけた曲、携帯ハート、それを最後に歌ってですね、 YKP のステージは終えたいと思います。どうもありがとうございました。今日はリハでギターの音が、電気が出なくてですね、非常に苦労しておりましたけど、なんとか30分間ギターの音も出てよかったです。それでは最後、携帯ハートいきます。ワン、ツー、サン、シー。最初に登録をした、愛する人の番号を笑顔を抑えながら、今
が選ぶことさえなくなったけれど、なぜだろう今でも携帯に残ってる。君と電話をしたことやメールをしたこと、今でもまだ覚えている。忘れられないさ、このメモリーと一緒に思いも消せない。どうもありがとうございました。